2023明治安田生命 J1 リーグは第7節を迎えています。この時間は横浜 F マリノス対横浜 FC 横浜ダービーの一戦をお楽しみいただきます。舞台は神奈川県横浜市にする日産スタジアムです。セレッソ大阪戦で自身 J1 通算350試合出場を達成しました水沼宏太選手に記念の盾などが贈られます。今日は公募で選ばれたサポーターの方からの贈呈ということになります。さあそれでは改めて横浜 F マリノスのスターティングメンバー予想フォーメーションでご覧をいただきます。さあそして横浜 FC のスターティングメンバー予想フォーメーションでご覧をいただきます。まあ、監督もおっしゃってましたけどやっぱ背後っていうところをね、はい、横浜 FC は見せていかないといけないと思うので、はい、今のような攻撃したいですよね。さあコカイベル持っていきながら長戸からのクロスファーサイドに水沼だ。水沼そして中に山根入ってきた。先発起用に応えました。上がってきて見事なゴールです。山根君先制は横浜 F マリノス。オフサイドです、ノーゴール。ここはもちろんオフサイドです。オンリーレビューということになりますけれどもオフサイドでゴールならず。確かに、そうですね。そうなんです、はい、ここから渡辺宏太ダイレクトで縦パス。もう一度ここはカプリーニ前運ぼうというところでさらに裏へのボールになる。ここに近藤。さあ後ろから林も上がってきた。逆サイドに小川。林が上がった動きは使わずに中カットインしてシュート。枠の左でした。ゴールキックです。あの背後っていうところね、うまく狙えてますし、ここ近藤が持った時にもう一枚出てきましたからね。ここは長戸が入れていく。動きは触れない。そしてシュート。そのなのシュートですがライン前でブロックです。そして渡辺宏太から縦へ送っていったボール、もう一度浮かしていく。ヘッドでエベクラ中アンデルソン・ロペス。ここはフラッグ上がっています。オフサイドです。あ抜けてきて角田でしたけどね、触れませんでしたからね。でよく戻りましたね宇野がボニフェイス。そうですね、横浜 F マリノスは選手交代もありましたけど、はい、どのタイミングでギア上げるかですよね。あとは選手交代を含めてみたいですね。もう高い位置からマルコ・ジュニオール奪って、もう一度もらってのシュート。ゴール。高い位置での守備からマルコス・ジュニオール。アンデルソン・ロペス。もう一度このマルコス・ジュニオール今日先発起用ですが見事なゴールという形になりました。マルコス・ジュニオール後半立ち上がり早々ゲームが動きます。F・マリノスとしては前からプレスですよね、はい、かけて奪ってっていうところ。またよく落ち着いてマルコス・ジュニオールも流し込みましたね、山根。あそして水沼ワンタッチで山根に出してマルコス・ジュニオール。マルコス・ジュニオール逆サイド。エウベル、エウベル縦に行く。そしてクロス押し込んだ。アンデルソン・ロペスオフサイドフラッグ上がっていない。追加点です。そしてクロスを上げてくれたエウベルの靴を磨きます。アンデルソン・ロペスです。 2-0 追加点は横浜 F・マリノス。ここですよね、山根のこのダイレクトですよね。これが非常に効いたなっていう感じがしますね。でここでアンデルソン・ロペスが縦に振ることに引っ張ることによってエウベルが入って、エウベルがまた縦に仕掛けて最後アンデルソン・ロペスが決める。非常にこう素晴らしい崩しですね。木田から藤田へ呼んでいるのはエウベル。エウベルに渡していきます。ジュニオール逆サイドを見ていましたけども和田が触ってこう水沼の音が聞きます。ニアにエーベル入っていく。そのエーベルダイレクトで打つ。リフレクトしてゴールイン。3点目入りました横浜 F マリノス。
今日はマルコス・ジュニオール、アンデルソン・ロペス、エウベル揃い踏み。最後のところはディフレクトですね、はい、でここでアンデルソン・ロペスがいることによってディフェンス下げられますし、そこにできたスペースですね、非常にこう攻撃の形としてはデザインされた形なんだろうなっていうのはありますよね、はい、多少あの横浜 FC もスペースできてしまいますからね、おーさあ裏へのボール、これが水沼ダイレクトで中、エウベルがいる、空いているエウベル、トラップをしてからシュート、落ち着いている、フラッグは上がっていない、エウベル今日自身2得点目、今度は水沼のクロスにというところ、これで 4-0 です。全体的にこう意識が前ってなった時に背後っていうのは非常に空いてしまうので、そういうところを岡本氏は意識しなくちゃいけなかったし、まあ、水沼はそこをよく狙ってましたよね、はい、あのセンターサークルよりも真ん中よりも自分の陣地にいたのでオフサイドは当然ないですしね、そこの出ていくタイミングとかっていうのも素晴らしかったですし、ニアでこれは跳ね返されます。山根設定、蓋をしながらマイボール、そして繋いだ長戸へ、さらにここはヤンマテウス、さあ中3枚青いシャツいますが、クロスが入ってくる、アンデルソン・ロペスの折り返し、おーキーパー、おーそしてゴールイン、これゴールの中に吸い込まれていきました。ガッツポーズはアンデルソン・ロペス、自身今日2得点です。これで 5-0、 ここの左サイドですよね、ヤンマテウスから柔らかいボールに対してアンデルソン・ロペスも背中取ってましたしね、まあ、シュート自体はそこまで、強いボールではなかったと思うんですけども、まあ、ゴールキーパーの市川もね弾きたかったんでしょうけども、まあ、ここまではかなり F マリノスも中田さんメンバー結構固定できてましたけど、はい、そうやって、まあ、慣れてくるとどんどんまたメンバーも変えながらやっていきますもんね。そうですね、それによってこう戦力っていうのが上がると思います、層も厚くなりますからね。そうですね。さあそして試合終了の笛が吹かれました。終わってみれば5対0、この表情は横浜 FC の選手たちです。今日はアンデルソン・ロペス、エウベルの、まあ、2人は2得点ずつ、さらにはマルコス・ジュニオールの得点も生まれました。